休憩を解いて再開いたします。日程第5、これより産業建設委員長から審査報告を求めることにいたします。議案第1号を議題といたします。産業建設委員長の報告を求めます。9番金子克俊さん。9番金子君。ご指名がございましたので、産業建設委員会に付託されました議案第1号、平成30年度塩尻市一般会計補正予算第4号についてご報告いたします。議案第1号は慎重審査の結果、全一致をもって議案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。歳出8巻土木費について、平成30年6月5日に執行した塩尻市北部交流センター整備事業建築主体工事の一般競争入札の結果が不落となったことから、本年度内の完成が困難になったため、工期を平成31年までとし、債務負担行為を設定するため、本年度工事費等を減額するものとの説明を受け、委員より見直しによる変更額864万円余の詳細な内容はどうなっているのか、また延べ床面積や間取りの変更はないか、電気設備工事、機械設備工事は変更はないかとの質問に対し、入札がこれからなので詳細については回答できない、内外装等の使用について維持管理費がかからないように採用していたものを一般的なものに変更した、また電気機械設備工事の労務単価も見直したとの答弁があり、また委員より不落札の要因は県産材によるものとの説明があったが、鉄骨工事費による要因も大きいが、その要因は何かとの質問に対し、鉄骨工事については公表単価を採用して設計していたが、実勢単価との乖離があったため価格に見込めなかったとの質問を答弁がありました。また基本設計実施設計と進めてきた中で、今回の不落の結果となったが、設計事業者について今後指名については考えてほしいといった意見が委員よりやめましたが、行政側より入札価格との数千万円の違いについては、当初設計者からの見積もりを取ったが、実際には施工業者との間に中間業者が入ることによって今回の事態が発生してしまった、したがって設計者がすべて責任を負うものではなく、今後信州材を扱うマイナス面になってしまってはいけないので、しっかりと検証をしていきたいとの答弁がありました。またその他にですね、債務負担行為の手続きの仕方について委員より質問がありましたが、問題がないとの答弁を受けました。その他には、信州県産材を使うことが、まあ、事実上取りやめになったんですが、それに対して、いわゆる内装の無垢材等は塩尻産を使うといった使用については変更がないかとの質問に対して、委員行政側より、塩尻産については特に変更がないといった趣旨の答弁がありました。その他以上、たくさん議論がございましたが、了承をし、以上申し上げ、産業建設委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。はい、ないので、質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第1号を採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。以上をもって本臨時会の日程は全部終了いたしました。
この際申し上げます。市長から挨拶したい旨の申し出がありますので、これを許します。小口市長。閉会のご挨拶を申し上げます。市議会7月臨時会は本日1日のみの開催でございましたが、議員各員にはご対応中のところをご出席いただき、また慎重審査の結果、ご提案申し上げました議案につきまして、議案通りお認めいただき、厚く御礼申し上げる次第でございます。来年度までの債務負担行為をお認めいただいた塩尻市北部交流センター整備事業につきましては、市民の皆様への影響を最小限にとどめるよう、来年度早期の施設オープンを目指し、事業を進めてまいります。今後も豪雨災害等の自然災害が心配されますが、万全な警備体制を整えて応じてまいりたいと考えた次第でございます。議員の皆様方にはますますご健勝にてご活躍賜りますことを念じ、閉会の挨拶いたします。大変ご苦労様でした。本日開催されました7月臨時会はこれをもって閉会といたします。誠にご苦労様でございました。